皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回もですね、新三国無双3の、何やったっけ、レベル10武器か取っていきますということで、今回はですね、来ました、皆さん来ました、とうとう我らがお嫁さんが来ま、きら、きた、きて神田県ダメやな、我らがお嫁さんが来てらっしゃいます。ですね、場所は長藩どこや、見つけてくれ。これさ、今分かったかな、これ一瞬ね、なんか音がね、たまにバグるんやけど、これ反映されとんかな、ちょっとよく分からんよ、反映されとるかされてないか気になる。うわ、ちょっと難易度高くね、難易度高くね、早々軍シナリオ。キャラはですね、我らがお嫁さん来ました、新規霊さんです、可愛いです、かわいい、全部かわいい、全部かわいいよ。こいつ下にタイツ履いとる、もしかして、あ、履いてないな、あれスカートか、ひらひらのところか。うわ、いいふくらはぎしとるな、おどきなさいのふくらはぎですね、おどきなさいふくら、あ、これ無双、あ、これ無双2や、ダントツでこれがよくない、これでいくや、白でかわいい。条件はですね、超運を一騎打ちで撃破する、超飛を一騎打ちで撃破する、諸葛亮艦を撃破するということで、超運とは 100% の確率で一騎打ちになるので、一騎打ちに行って撃破します。普通に倒してはダメです、一騎打ちで倒さないかんらしいで、もう一個、超飛と一騎打ちするには仁王立ちイベントを発生させる必要がある。仁王立ちイベントは劉備がすでに橋を渡り切っていて、劉備と交戦状態にないことが発生条件なので、劉備の、行軍をじっと待ってから張飛のところへ行き、仁王立ちイベントを発生させるということで、ちょっとよくわからんが、新規のね、忘れたんよ、どういうモーションやったか、新規のモーションをそもそも覚えてないんで、ちょっと問題が、原武庫、買ったんでいいかな、買ったの方がいいかな、どうしよっかしら、土兵にする、さあということで、チョーンと、ああ、なるほど、橋を渡り切ってないといかんわけね、よし行こう、どれぐらい難しいかな。劉備、やつは今のうちに倒しておかねば。最高の足です、足フェチにはたまらんねえこれ。さあ、今回の動画は終始俺がキモいぞ、終始俺がキモい、馬が羨ましい、またがっていただけとる馬が羨ましいです。さあ問題はここなんよ、さあ冗談はさておき、ちょっと本気でやるぞ、ハイパー化しとんなこいつ、あー、まずいな、よっしゃー、こいボケー、よしよし、撃ち取りましたわ。で、劉備が橋を渡り切って張飛のところに行ったらいいらしい。これでいいんか、もういけるやろ、なんかあいつ渡ってないな、行ったな、もういいやろ、よし、これで張飛来た、やつだけかかってきやがれ、これで張飛も、遠飛と張飛一歩も譲らねえぜ、張飛も一騎打ちで倒さないからしい、むずない、かわいい、天使がおる、一人だけ天使がおる、一人でこれだけの軍勢を止めますか、
かわい、待って、バチクソかわいいやん、こんなかわいいやつおる、このように。あ、こいつもハイパーかしてるわ。あー当たるか。いや、ちょっと待ってくれ。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、当たる、当たらん、嘘、マジで、ちょっと待って、うわ、ちょっと待ってくれ。よし、よし、よし、うるさいね、ごめんごめんごめん、うるさいね、ごめん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 、マジごめん、今のはマジでごめん、うるさかったね、急に大きい声出してごめん。ちょっと待って、来た、これで、もうこれで、待てよ、なんか書いてあるな。次、諸葛亮艦を撃破するんやけど、次は諸葛亮ですけど、マップの下に行きすぎると、水軍イベントが発生してしまい、劉備が逃亡してしまう。山沿いを通って、城の右下の門。どういうこと、あ、あーは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 は、なるほどなるほど。なるほど。わかった。右下に行きすぎるとダメなんや。なるほどね。なんで、わかったわかった。打ち取りましたわ。あ、ちょっと待ってよ。劉備がな。右下に行きすぎると、水軍が来るけん。こっちやね。この山沿いを伝って、門の中に入る、こういうことらしい。あれがもっと下に行ってしまうと水軍が来るイベントが発生して劉備が逃げるんやって。それは防がないか。あれ、諸葛孔明がおらんぞ。おい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 、鬱陶しいなお前。これ地味に強い。そうでもないか。倒した。あ、こいつ強いんじゃない、もしかして。あ、無双ラム強いんやないんか。え、どう、なんか強くない、無双ラム。気のせいかしら、打ち取りましたわ、気のせいかしら。次カーン、カーンどこ行った。カーンは、カーンどこで倒すん。さすがです。カーンおらんな。いや、これ強いな、ちょっと範囲狭いけど。そうなんやね、今回のさ、無双ラムなんか範囲狭くない。もっとなんか遠くを攻撃してほしいんだけど。なんでこいつ空中ヒットになるん。これか空中ヒットなんか。さすがです。やばい、劉備が逃げる。カーンがコントいかんのよ。上のやつ倒すか、誰か忘れたけど。こいつ倒そう。シュート。可愛すぎてやばいんやけど。どうしよう。こんな可愛いキャラおるか、この世に。見て
てこれ、かわいすぎん、これかわいすぎる。かわいすぎやせんか、なんて妖艶な。さあやめよう、もう変なこと言うのやめよう。カーンはどこに出てくるの。ほんでえ、カーン出てくるよね、カーン撃破って書いてあるもんね。なんか時間があるんか。ちょっと待てよ、どっかにカウンが出てくるフラグかなんかでもあるんかな。あ、これもしかしてあれ、あ、ごめん、ちょっと待って、俺の予想が正しければ、俺の寄せが正しいかどうかが分からんけん、これさ、これさ、水軍出さんといかんのか、カーンが迎えに来るんか、そういうことかな、なんかそんな気がするな。カーンが迎えに来たらカーンを倒さないかんのか、によって多分そうやと思う。これで多分水軍が来るはずない、その中にカーンがおるんだろう。違う、もしかして、あ、違うかも、あ、ごめん、全然違うかもしれん、あれあれれあれれ、あ、おる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 わい、おるわい、連れ敵動員部隊が到着、おったおった、カンおった、カンおったわ。えい、合流させてはならん、なんとしても追いつき劉備を倒せ。そうで、先にカーンを倒しとく。来た、一騎打ちや、よし、ハイパーじゃない、あーちょっと時間の無駄ミスった、やばい、オッケーオッケー、いいよいいよ、もういいよ、勝ちゃいいんやけんな、勝ちゃいいんやけんな、よし、さあオッケーね、これで劉備を倒す。打ち取りましたわ、取ったやろ、一発クリアや、よかった。我らも遅れを取るな、来た、マジで、マジで、もう無双乱舞罪おかしいやろ、ちょ本当になんなんこの無双乱舞、え、ちょおかしいよねこの無双乱舞、どういうシステム、マジ誰なんこれ考えたん、ちょ体力体力、もしかしてこれ使わないかん、まずい、オッケー、よし、もらった、あーよかったよかった、回復、無事ゲット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 です、よかったわ、疲れたわ、なんとかゲットですね。難しいっちゃ難しいけど、まあ一騎打ちがいい感じにいくと、まああとはそこまでって感じかな。かわいいな。
あのね、この角度のさ、この顔さ、すっごい誰かに見覚えあるんやけどさ、ちょっと似てる人おるはずないよ。ちょっと誰やろ、すっごい見覚えあるこの顔の角度とこの顔の感じ、似てるやつおるんよ一人、覚えれん。これですね、月曜日経。はい、これも僕覚えました。鉄滴ですよね、鉄滴武器あるんですよね、これ本当に。暗記か、暗記っていうのがあるんですよね、覚えてますよ。はい、ということで我らが新規姉さんの銃武器終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。